こんにちは。どこでもスカートで旅するちえるです。今回の旅は大好きな京都でグルメ旅。インスピレーションの赴くままに食べたいものを食べて飲んで楽しみました。はい、というわけで今回は京都のグルメ旅やっていこうと思います。まあといってもね、結構今回無計画です。もうインスピレーションの赴くままに動きたいと思います。で、今ね、本日宿泊するホテルに荷物を預けて、なんとなくね、祇園の方に歩いて行ってみてます。はぁ、やっぱり京都のこの雰囲気大好きです。天気はどんより曇り空、時折ね、傘さすほどでもないなっていうぐらいのパラパラ雨が降っております。あ、なんか美味しそうなお店を発見したのでちょっと食べていきます。美味しそうだし可愛い。なんとコナンにも登場したお店らしい。有名な方のサインもたくさんあります。美味しそう。トマトきな粉にしました。そしてホットコーヒー頼みました。ごまからいただきます。ごまがめちゃくちゃ香ばしい。ジャキジャキした食感も楽しいです。中はお餅じゃなくておはぎなので、こういうね、もち米とあんこが入ってました。甘さ控えめですごい食べやすい。何個でも食べられそう。次はきな粉いただきます。きな粉もね、大好きなんですよ。こぼすんだよね。やっぱおはぎはきな粉ですね。こちらも中にあんが入ってます。甘さ控えめでめちゃくちゃ美味しい。ねねの道の方までやってきました。あ、やっぱこの辺の雰囲気好き。で、ご飯食べようと思ったけど、なんかスイーツにばっかり目がいっちゃってます。続いてはみたらし団子が私を呼んでいたのでこちらに入ります。ということで購入しました。みたらし団子だけどきな粉もたっぷりとかかっています。ドリンクとのセットで中はお抹茶が入っています。みたらし団子大好物なんです。こういう蜜がたっぷりかかった甘いのも好きですし、焦げ目のある醤油っぽいのもどっちも好きです。お団子がもっちもちでした。次はきな粉をつけていただきます。きな粉のお団子も好きなので、一度に両方楽しめるのはなんだか得した気分。蜜にきな粉がくっついているのでボロボロこぼれなくて食べやすい。お抹茶も香りが本当に良くて、これぞ京都の気分が高まりました。続いては八坂神社に立ち寄りました。祇園にあるということで立地もいいので、なんやかんや毎回訪れているスポットかも。八坂神社の中にはいくつかのお社があり、毎回必ず参拝するのはこちらの美し御前社。身も心も綺麗になれますようにというお願い事をしてきます。こちらの御神水も美のご利益が受けられるそう。あとはエベスさんで商売繁盛の祈願もしていきました。はい、お昼ご飯食べる予定だったので、結局ね、おやつ食べたらお腹膨れて、その後はね、神社参拝したり、なんか散歩したり、のんびりしてだいぶリフレッシュできました。じゃあこの後はね、河原町通りの方まで移動してちょっと飲み歩きとかしていこうかなと思います。で、今日はね、京都に住んでる友達と会う予定があるので、その子と合流します。川沿いに座ってね、のんびりしてる方がたくさんいて、ちょっといいなと思ったので、私もちょっとのんびりタイム挟みたいと思います。ここから降りていこう。私もちょっと座ろう。よいしょ。あ、いい、気持ちいい。ちょっとまだ時間があるので、しばらくね、ここで遊ばれたいと思います。この後は友達と合流し、飲みに繰り出します。じゃあ1店舗目はこちらの福来たるさんに入ってみたいと思います。こんな感じで美味しそうなメニューがたくさんあります。というわけで1杯目は生ビールとお通しをいただきます。トロタクでした。乾杯。乾杯。うまっ。
友達と飲んでますイエイ。このトロタクめちゃくちゃ美味しかったです。なんかごま油の風味もついていたかなおでん大根と湯葉と卵と西京味噌の角煮です。肉豆腐美味しそう。肉豆腐ってこっちの方の名物だよね。でか大根、ね、おーでかい滑るよ、うん、すごこれはすごいねえ。うん染みてる染みてる、うんうんうん、うん、ほくほくとろとろ、噛むたびにお出汁が染み出てきます。うん、うん、湯葉のおでんはどう？めっちゃ美味しい、好き、美味しい、出汁の味が美味しい。湯葉嫌いなの？嫌いなやつなくない？湯葉って味ないじゃん、だからそんなに好きでもないし出汁の味を楽しむだし味がある。だし味、うん、食感がなんかモニュモニュしてて美味しい。こちらは肉豆腐、関西に来た時は毎回食べてるかも。うまっ、うん、肉の味が豆腐に染みてる。西京味噌の角煮食べるよね。うん、ホロホロです。味噌が美味しい。2杯目はさっぱりとレモンサワー。2杯目です。美味しい。美味しい。何が一番好き？あ、でもここにないけど生麩が好きなんだよね、京都名物で。生麩？うん、生麩田楽。私は後でどこかで食べたいの。へぇー。これもすごい美味しいね。美味しいね、肉豆腐。肉豆腐。肉豆腐一番美味しいかも。うん、美味しい。名物って書いてあったよ。美味しい。はい、じゃあ次はフォント町の方に行きたいと思います。めっちゃ雰囲気いいね、やっぱり。うん、マジでいい。で、確かに雨だからちょっと空いてるかもね、うん、もっと混んでるよね。もっと混んでる、下歩けないからね。えそう、もうチャンスかも今日みたいな感じになって。そうだよね、人いっぱいで。じゃあ2軒目はこちらの心屋さんに行きます。フォント町から、ね、ちょっと奥に入ったところにあります。あ、おばんざいあるね。あ、いいね、おばんざい。あ、タケノコ食べたい。季節だよね、うん、メニュー多いね、うん、あ、あったあった、生麩の二色電気。1軒目、1回目はハイボール。前菜は、なんだろうこれ、京野菜かな。2軒目乾杯。そうそう、店も知ってるし、あれもあるし、あれもあるし、なんか、楽しかったし、なんか女性がこの、すごい落ち着いた雰囲気の店。いいね、塩で野菜食べる、シンプル。うん、うん、うん、生野菜。ちょっと野菜美味しいよね、美味しい。素材の旨味。うん、京都っぽい、うん、和な感じが。京都って野菜美味しいもんね。タケノコの季節なのでタケノコのきんぴら。似てる。うん、美味しい。タケノコ食べちゃう。めっちゃ美味しい。うま、ん、そう、染みてて。染みてる。うん、うん、めっちゃ美味しい。うん、うん、うまい。いいね、こういうの食べなかった。すごい美味しい。やっぱ高級だね、この、この儚いサイズで。ねえ、なかなかね、日本と昭和高級だよな。甘い旬のタケノコにお酒に合うようちょっと濃いめの味付けで美味しかったです。美味しいお料理にハイボールも進んじゃう。来ました、生麩の田楽。大好物これ。そうなんだ、うん、めっちゃお好き。うん、
しい。すごいすごい。そう。おいしい。味噌も好きだし、麩も好きだし、揚げ物も好きだから。へえ。でもこれは白味噌と違う味噌だけど、どうじゃ。まあ、まだ白味噌食べてないからわかんないけど。あの、甘いよ、味噌が。おいしい。うん。白味噌も食べよう。うん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 。白味噌なんか優しめかも、味が。味噌でも違う。うん、味噌の味が違うし、あの、たぶん麩もね、これ緑だからなんか、確かに。何かが煮込んである。何だろうね。よもぎ？抹茶？抹茶かな？何だろう？抹茶かな？え、でも茶そば多いから。あ、茶かな？茶系。そんなにね、主張はしてないけど、なんかちょっといい香りがする。うん。お上品な味がします。梅クラゲです。梅クラゲって初めて食べるわ。やっぱ量がはかなめだね。おいしい。普通に高級。友達の大好物梅クラゲ。梅クラゲってクラゲなのこれ。うん。さっぱりしてるね。うん。今ちょうどいい量。おいしいおいしい。アスパラの白和えです。こちらも大きなアスパラはシャキシャキでアスパラの味が濃い。クリームチーズの最強味噌漬けです。あ、これもめっちゃ美味しい。うまっ。これもめっちゃ美味しくない？これどのよね。え、デザね、めっちゃ美味しい。くどくないよね、チーズなの。うま、ん、っ、うん、ハイボールを飲み切って。すいません、レモンサワーとハイボールお願いします。ハイボール2杯目。ハイボールウィーやって。ハイボールウィー。何それ何それ。吉田家の。ハイボールウィー。知らんけど。ハイボールウィー。レモンサワーや。ハイボールウィー。かわいい。久々に会う友達と美味しく楽しく飲んできました。おい。うん。はい。はい、本日宿泊するホテルに到着しました。ホテルビスタプレミオ。河原町店です。チェックインしてお部屋に向かいます。結構ほろ酔いなので画面の揺れはご容赦ください。はい、じゃあお部屋入ったんですけど、結構ねほろ酔いなのでもうサクッとルームツアー行ってみよう。本日のお部屋はこんな感じでございます。すごい京都らしい和風な感じのお部屋です。ベッドめちゃくちゃ大きい。ベッドの上にはパジャマ、枕元で充電もできます。そしてこういったデスクスペースもあって、デスクにテレビがあります。ミネラルウォーターが1本サービスです。そして冷蔵庫も完備。空気清浄機もあります。で、こちらが洋服かけられるスペースで、ファブリーズ的なやつも置いてあります。あとはスリッパにバゲージラック。こちらにはマグカップとグラス。下にポットとアイスペールがあります。暗いね、なんかお部屋。ヘアドライヤーはパナソニックです。そしてこちらが、バスルームです。ユニットタイプでトイレが横にあります。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ完備です。で、こちらにねハンドソープもあります。ミラーが大きいです。お手洗いの設備はこんな感じです。はい、こんな感じ。水圧結構強いです。でなんかねこの水圧切り替えられるタイプですね。使いやすそうです。はい、今日も歯ブラシがでかい。気持ちいいから思いまーす。いきまーす。 1.5 ロールです。じゃあおやすみなさい。ピッピッ。おはようございます。 Day 2。今日はね、ちょっと疲れも溜まってたので、昼食も取らずにホテルにゆっくり入れてました。じゃあ、これから嵐山方面に移動します。まずは京都河原町駅から阪急電車に乗ります。地上宮で下車、嵐電に乗り換えます。
はい、車崎神社前で下車しました。ちょっとね、あの前に来た時にあのお願い事をして、叶ったので返したいお守りがあってきました。ここからはウーナンと合流です。準レギュラー、準レギュラーウーナン。よろしく。楽しんで、今日も今日は珍しくいい天気じゃない、うちらにしては。うん、確かに、ね、今日めっちゃ一日いい天気だね。お、やったー、うん、じゃあ行きますか。はい。2年ぶりぐらいかな、ここに来るのは。ここの神社好きなんだよね、なんか。電車で来るとね、あの裏側から入るんですけど、一旦表側に行きたいと思います。今日はこのまま宿を移動するので、スーツケース引いたままなんですけど、よかった、こういった道で。はい、表側に来ました。こんな感じでね、あの芸能人とかの玉垣がたくさん飾ってあることで有名な神社です。私もこれ申し込みしたいなと思ってます。なんと麦わらの一味まで揃っております。で、芸能の神社としてもね、とっても有名です。で、ここはね、推し活お守りというのもとっても人気です。ではお参りしていきます。手順が決まってるんですけど、このね、記念神石をね、私前こちらでお願い事して今回ね、叶ったので、これをね、返してまた新しいものをいただいていこうと思います。はい、じゃあ、前回のね、記念神石返したかったんですけど、なんか、あの、願いが叶ったら、あの、自宅か海かは山の石を一つ拾って、そこにね、お礼を書いて納めなきゃいけないというね、ルールだったみたいで、ちょっとすっかり忘れてたんですけど、石持ってきてないので、一旦石探しします。まあ、嵐山の石ということで、山の石としてカウントしていただけるかなと思うんですけど、コンクリートをしかないから、ちょっと石がね、ないね。石、コンクリートのゴツゴツって石カウントじゃないよね。そうね。こんなに石を欲したの、生まれて初めてだわ。なんか道端に落ちてたので、こちらでお礼参りしていきたいと思います。まあ、あのね、奥にね、こう山も見えてるんで、山で拾った石ということで、まあいいんじゃないでしょうか。もう若干の不安はあるけど、これでお礼参りして納めて新しい記念神石いただきたいと思います。はい、ちょっとペンがなかったのでアイライナーで描きました。じゃあ納めます。ありがとうございました。はい、じゃあ無事ね、新しい記念神石もゲットしたので、今度は嵐山駅の方に向かいます。ちなみにね、前回お願いしたお願い事っていうのが YouTube の登録者10万人で、それがね、叶ったのでお礼参りに来た感じです。あとね、あの玉垣も申し込みしてきました。2ヶ月後ぐらいにね、あの飾られるそうで、2万1000円だったかなとかで飾れます。またね、飾られたら報告しますので、皆さんもぜひ見に行ってみてください。はい、嵐山着きまして、今夜ね、宿泊するホテルに荷物を預けました。まあ、そのホテルレビューはね、別動画でやるんですけど、これからあのちょっとね、散策してお昼ご飯食べに行きたいと思います。朝何も食べてないのでお腹ペコペコです。じゃあ行ってみよう。じゃあ渡月橋を渡って、お昼を食べに行きます。さて、渡月橋を渡るときは倉木前を聞きながら行きたいと思います。聞く？半分倉木前。ああ、聞いてみるわ。倉木麻衣さんの渡月橋、大好きな曲なんです。タイトル通りのこの景色にマッチしすぎて情緒大爆発。お昼ご飯、こっち側にはあんまりなかったので戻ります。じゃあこちらの、豆腐料理とね、蕎麦屋さんが入ってるんですけど、豆腐料理の方いただきます。お庭が綺麗に見えるお席に案内していただきました。とっても美味しそうなお豆腐料理のセットをいただきます。もなか、角煮、卵焼き、手受け豆腐と湯豆腐で選べました。そして謎のヒロウスという食べ物、天ぷらも来ました。そして湯葉丼、美味しそう。うん、飛び入れたのがこういうのが食べたかった、うん、特に、うん、とろとろ、美味しい。天ぷら塩で食べるんだっけ、何塩って言ったっけ、記憶から消えちゃった。
忘れちゃった。そばあんの。あ、そば汁なんだ。天ぷら嬉しい。うん。うま。謎のたこ焼きみたいな。拾う。大阪の人でも知らない。うん。うん。たこ焼きとは違うな。なんだろう。練り物系？うん。でもなんか海鮮とかの練りじゃなくて長芋に近いかも。ああ。おいしい。ちょっとふた食べよう。豆腐大好き。まずは塩でいってみてからごまだね。抹茶味か。うん、なんかいい香りするお茶の。うん、なんか濃い豆腐の味が。ごまだれリック。ごまだれも美味しい。湯葉丼。うん、美味しい。トロトロだ。あんが美味しい。うん、やっぱお出汁が美味しいね、京都はね。うん、ちょっとこの、なんていうの、お茶漬けに入ってるようなあられも入ってて、アクセントもあってトロトロ、サクみたいな感じで美味しいです。どのお料理も美味しくて大満足でした。この後はお宿にチェックイン。はい、というわけでいかがでしたでしょうか、京都グルメ旅。この後はね、ちょっと素敵な宿に一泊するんですが、その様子はまた次回ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。じゃあまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。